はいはい、こんばんは、秋坊でございます。本日は珍しく天王寺に来てんねんけども、天王寺のな路地裏をうろうろしとって、なんか面白いお店がないかなと思って発見。これ路地来てたらさ、こんなお店、こんなところ発見したんやけどな。これが見てくれる、ホルモン屋さんって書いてあるね。だから私また肉って言われるか知らんけど、ホルモン大好きやから、ちょっと行ってみよう。ではでは、まず一杯目のビール乾杯いきましょう。ありがとうございます。めちゃめちゃクリーミー。ではでは行きましょう。お店の方おすすめの上タン1本350円これ言っとこう。肉厚はごついな、串焼きな。やっぱり牛タンはうまいな。ファイデビール。最高。これが店長のその日その日のおすすめのやつを五種盛りにやってくれた、あの何のお店の名物の五種盛りでございます。ということで、これ何や、これなんか見た目はパンっぽいんやけど、レバー、あ、レバーや、レバーな、レバー久々食べるわ。うまい。で、これは何じゃ、これこれこれは何でしょうかね。カルビ、いや、カルビかな。うん、ぽいな。うん、この串をさ、食べ物ってこれうまいな。これでビール。ああ、いてもうた。ではでは、お次のお串なんですか。これでございます。これ何、初っぽいやん。なぜ不死で振ってあがんねん。店長のおすすめやから何が入ってくるかわからへん。でもさっき聞いたら牛タンは入りませんよだから、めちゃめちゃクリーミー、たまりませんな。で、お次は、この白いの何これ、白いぞ。ん、あ、これはあれやわ、あれやわってパッと思いつけへん。あの脂っこい風になった。てっちゃんか、てっちゃん、てっちゃんっぽいんやけど、カリッと仕上がってる、カリッとした脂身。なんやん、いまいち思いつけ、イラッとくるな。これで見る、ではでは最後の串いっときましょう。こんな感じでございます。あ、これは、ん、マルチョウや、
マルチョウっぽいやつ、あの脂身たっぷりやつね、これうまい。うまい、うん、ここでも串焼きやな。今言うの忘れた、これでビール。あでもさ、この何時のうろうろしとってさ、あのふと発見したやん、このお店ね、発見したけど、ほんま何時の隠れ家みたいな店って入りたいと思えへん。昔やったらさ、そんなん考えられへんから、今どっちかって路地裏に入っていったところから隠れ家的なお店とほんま入ってみたいと思えへん。だから入ってきてうまいわ。あーうまかった。そうだほんま、これね、天王寺うろうろしとったら桃んじさん言うて、路地裏をほんま入って回ったような店やねんけどな、ほんまにこのホルモン屋さん、どうだかな、メニュー見とったらホルモンだけっていうよりも串焼きみたいなお店なんでね。これで今2階におるんやけれども、1階カウンターで2階は座敷やねん。だからほんま、綺麗ようなカントリーチック、カントリーチックとお前何言うとんねん言われた、それまでほんまなんて言わな、その、うん、癒されるような格好、ほんま、隠れ家的なお店で、ほんまもう癒されるな、アットホームやなっていうお店なんでね。またこの桃んじさん、天王寺に来た際に、見つけて入ってみてはいかがでしょうか。入ってみてって、来てみてはいかがでしょうか。ということで、本日も長々ご視聴ありがとうございました。次回のタコもお楽しみに。バイバーイ。